様々な魚介類、魚介類、魚介類、魚や貝など水産動物の総称。水族とも、魚類、貝類、エビ、カニ、タコ、イカ、ウニ、ナマコなど。人間の食用となる種は、シーフードとも呼ばれる。加えて、昆布はカメなど海藻まで含める場合は、魚介類の範囲を超えている部分があるので水産物となる。漢字の、スケは鎧をつけた人の継承であり。 硬い甲羅を持つ貝、エビ、カニに使われるようになったが、魚介ではイカ、タコ、ウニといった海藻以外の水産物が含まれるようになっている。甲子園第六版では、魚介類も魚介類の項に示されている。NHK の言葉のハンドブックでは、魚と貝を意味したいときに、魚介類と使い分けることも考えられるが、一般にそのような使い分けは通じないだろうとしている。 シーフードは、水性の食物のことであり、淡水用及び海洋の動物を含み、哺乳類を含まない。淡水性も塩水性も含むのは、英語のシーに大きな湖という意味が含有される場合があるためで、ある。調理用語としてはほぼ魚介類と同様の使われ方をする。サステイナブルシーフード、編集乱獲や環境破壊により、 自然界での生息数を大きく減らしている魚介類も多い。養殖や漁獲制限を設けるなど持続可能な漁業により調達された魚介類をサステイナブルシーフードと呼ぶ。水産物は魚介類の意味に追加して藻類も含まれる。農林水産省の告示した生鮮食品品質基準の用語の定義においては生鮮食品中の水産物について 次の分類が書かれている。魚類、海類、水産、動物類、海産、哺乳類、海、藻類、水産物中では、海産のものに限って、海産物とし、故障産や河川産のものを炭水産物と区別することがある。養殖された水産物を養殖水産物と称し、それ以外の水産物を天然水産物として、区別することがある。水産物は、 生鮮食品について言う場合が多いが、加工した後の物品も、水産加工物、あるいは、加工水産物と称することがある。農産物、林産物と合わせて、農林水産物と総称することもある。国際連合食料農業機関の調査結果をもとに、作成された全世界の水産物生産量推移。青が、天然の水産物、緑が養殖の水産物。 縦軸の単位は、百万トン魚介類とは、海や湖や河川に生きている動物で、この魚介類を捉えることを職業としている人が、漁師であり、養殖も含めて、それを業として行うことを漁業という。魚介類を捉える部分だけでなく、それを食品として加工することも含め、さらにそれを流通させ、人々に供給するまで含めて、産業として捉える場合は、水産業といい。 水産業が扱っているものを水産物と呼ぶ。食品として扱われるようになった魚介類は一般に市場を経て生の状態のものは、例えば専門の鮮魚店、あるいはスーパーマーケットなどの鮮魚やお魚の売り場、缶詰、干物、珍味などのコーナー、また調理済みのものは惣菜コーナーなどに並ぶ。魚介類はほとんどの国の料理で活用されており、 家庭料理としても、レストランなどのプロの料理人が調理した料理としても、食べられている。魚介類という用語は、広い範囲を指す総称や、分類名であるので、それすべてに、共通の性質を言うことは、難しいとは言えるが、以下のような特徴があるとは言える。タンパク質魚介類は、動物性食品なので、一般論として言えば、タンパク質を豊富に含む。しかも、 マグロ赤身やサンマのタンパク質は牛肉や豚肉と比較して人の体で利用される率が高くその意味で良質なタンパク質であるカルシウム魚介類に含まれる商業類にはカルシウムが豊富である水産物に含まれるひじきやわかめにはカルシウムが豊富に含まれているコレステロール値が高い傾向にある人にとってはひじきやわかめの方を意識的に選んでとるというのは 良い方法である。タウリン魚介類にはタウリンを含むものが多数ある。特に、海苔、タコ、イカ、カキなどにはタウリンが豊富に含まれており、タウリン補給の手段として適している。タウリンは、血圧の改善、血栓や、心筋梗塞の予防、悪玉コレステロールの減少と善玉コレステロールの増加、血液中の中性脂肪値の改善、 脳の発達の増進等々に役立つ。EPA と DHA、イワシ、サバ、サンマなど、青魚類には EPA が豊富である。この EPA というのは、ほぼ魚介類でしか取れない、健康に有用な栄養素である。EPA は、悪玉コレステロールの酸化を抑制する。また EPA には、冠動脈疾患を予防する効果がある、などいくつもの効果が、 すでに疫学的調査によって明らかにされている。EPA 摂取には、青魚類を直接食べて EPA を取る方法が基本である。話を食品に戻すと、普段から健康のために EPA を豊富に含むイワシ、サバ、サンマなどの青魚類を食べる食習慣にしておくことは、有用であり、望ましいことなのである。青魚にはまた DHA が豊富に含まれている。 この DHA は血中コレステロールや血中の中性脂肪値を下げる機能があるとされており心臓病のリスクを低減させる。また学習能力の向上や脳の機能の改善とも関連があると見られており研究が進行中である。魚介類 100g 中の主な脂肪酸については魚介類の脂肪酸を参照のこと。魚介類は成人期以降の 主な食物アレルギーの原因に入っており、そのうち特定原材料として表示が定められた7品目には、エビ、カニが入っている。魚介類は常日のように、健康に役立つ、様々な成分が含まれていることが栄養学的にも、医学的にも、明らかになっている。だが、あまたある食物の中で健康被害へのリスクが最も高いのも魚介類である。 魚介類を汚染している有害な要素は大まかに分けると3つになる。工業毒1960年代から1970年代には工業排水によって魚介類が汚染される公害が各地で起きた。工場から海や川に排出された工業排水に含まれるメチル水銀が蓄積された魚介類を人が摂取したことにより中枢神経が侵され深刻な障害が 発生したのが水俣病である。最近は魚介類に含まれる大オキシン類や水銀が問題になっており、妊婦に対して魚介類の摂取量や回数を制限するようにとの勧告をしている。最近では農林水産省は魚介類の体中大オキシン類濃度を発表している。また地中海のマグロの体中大オキシン類濃度が 高いので健康影響が懸念されている。マグロなど、食物連鎖の上位に位置する大型の魚には、水銀が累積されており、胎児に影響があるとして、厚生労働省が魚介類の摂取量や回数を制限するようにとの勧告をしている。生物毒界の一部に、海毒といって毒素を持つ藻類の毒を蓄積するものがある。フグは一般に内臓にテトロドトキシンを持っている。 旗などの貝を餌とする魚を食べたとき、貝毒に当たる場合がある。病原性微生物、寄生虫魚介類に含まれる細菌は冷蔵庫の温度では活動を抑えることができないため、食肉に比べ劣化しやすく食中毒のリスクが高い。例えば、サバ族の魚は冷蔵不十分な状態にあるとヒスタミン酸性菌が増殖しヒスタミン中毒を起こす場合がある。 貝類は、その植生から、細菌やウイルスを吸着しやすく、コレラや腸チ,チフスの感染源となる場合がある。魚介類を宿主とする寄生虫で人体に、有害なものは、アニサキスやサナダムシなど50種以上存在する。寄生虫は、加熱や冷凍に弱いため、摂氏60度以上の加熱調理するか、引く。 摂氏三十五度で十五時間もしくは引く、摂氏二十七度で七日間冷凍すれば完全に死滅する。同様の加熱調理で細菌も死滅させることができるが、ヒスタミン中毒のように調理以前に細菌が出した化学物質自体は加熱調理ではのけない場合もある。棚を魚介類に限らずすべての食品はあまりに火で炙りすぎて炭のようにするなどすると発岩性物質が 発生することがあるが、これは魚介類に限ったことではない。魚介類の漁獲、加工、流通などを行う産業を研究対象としているのが水産学であり、それを研究しているのは水産学者である。魚介類は分類上複数の門にまたがる。ありがとうございます。